はい、で、おーっと答えはこっちですね。これはわかるわ、さすがに。お、またやったか。あざむきじゃない、いるね、中。答えははい、こっちです。そんなところで何をやってるのかな、君は。んー、答えはこれ奥ですね。わかる。手前をあざむきしたらそりゃ奥でしょってなるよ。皆さんこんにちは。今回はですね、レイスを使って遊んでいきたいと思うんですけれども、レイスの時ちょっとオーモンド多くないかいということでですね、今回は調整されたレイスくん、新レイスくんを使ってね、遊んでいくんですけれども、このようにね、非常に透明化中の移動速度が速くなっております。いやほんとね、暴風、常時暴風つけてる時並みに速くなったので、いやー強くなりましたね。このスピードでやっぱり移動できるとなると、うん、強いと思います。で、まあ何がいいってやっぱその今回ね、アドオンに透明化解除が速くなるアドオンを2つ、ベリーレアとレア積んで持ってきているんですけれども、まあ今まではね、その暴風とか持っていっちゃうと、なかなかね、他のアドオン持っていけなかったりしたんですけれども、はい。やっと発見だよ。押す。ただね、今はその、常時暴風状態やから、ほんと暴風いらずになったと。まあ暴風もね、未だに強くて、つけていくとさらにね、この透明化中の移動速度上がるわけなんですけれども、どっか行った、足跡見ずれー。マジか。どこ行ったやろ。わかりません。まあ、その他に、アドオンをね、持ってって、さらにね、他のアドオンを使ってる時も暴風の効果並みに早く移動ができるというのが、まあ、強くなった点かなと。なので、いたわりが早くなるね、アドオンとか、この透明化解除が早くなるアドオンとか、あと、全能詞とかを、持ってっても暴風の速度で移動ができると。これがね、非常に強いかなと思いますね。ほい。まあ、単純にやっぱね、移動速度が速いってなると巡回が楽なんで、やっぱりね、強いかなと思いますね。で、このようにすぐ追いつけるし。はい。お、戻ってきた。で、はぁ、あ、はい。で、倒す。ほい。オッケー。板倒し、回り込み、独身に2回引っかかったね。よしよし。で、今回パーク構成が、まあ、一応ね、チェイス系パークは相変わらずないと辛いかなというところもあるので、まやかしを持ってきておりまして、遅延で、はい、いますね。堕落の介入と、まあ、やっぱりすぐね、発電機まで急行できるので、サバイバー移った後ね、すぐ発電機の方に向かえるので、イタチが飛び出したと。で、サバイバーがね、救助に来た時に、すぐに、あ、来ましたね。迎えると。このようにすぐにね、救助に来たサバイバーを狩れるということで、天秤持ってきております。あれ？ロッカーか。ロッカーかな。あれ？いない。マジ？え？ん？なんか一瞬見えた。あ、違うか。まやかしのひじきか。まやかしひじきをま、サバイバーとちょっと間違えちゃったけど。嘘？おらん。あれ？ん？陽動とかではないと思うけど。ほい。はい。皆さんこれによく引っかかるね。よし。で、超える。一応、じゃあ、まやかししといて。そこも板あるんか。ほい。お？お？飛ばない。飛ばない。でか。オッケー。
よーし。まあ、ちょっとね、チェイスに時間かかっちゃってる感はあるけど、オッケー。まあ、まだ残り4台。意外に発電スピードはそこまで速くないと。で、すぐに発電機に急行できる。そして、イタチをぶち込んでいく。そして、救助に来たら、天秤していく。今回こそ決める、天秤を。うん。一台治る。足跡マジで見えねえ。なんだこれ。ん？おっとおっと。足跡ほんと見えへんな。あ！鍵持っとらへんか？ほい！あ、くそ！あーが！くそ！焦っちゃうよね、ああいう時やっぱり。ワンパンやからちょっと流行っちゃうんだよね、気持ちが。まあ、ただこれはいけるかな。あーけどそこに板があるとまずい。なし、オッケー。はい、オッケー。いや、鍵持ってるじゃないの。シェリルちゃん。最近ちょっと鍵が、また出る確率が上がってるような感じするんですけど。どうでしょう？よいしょ。さて、で、そこの発電機回っ、そっちか。マジか、真ん中回ってない。あー、そっち、全然見てなかったな。音しなかったけどな、そんなに。マジか。そして、天秤も発動しないのね。はい。ちょっとね、このシェリルもうやらないと厳しいかも。もうここはストライク覚悟で攻める。ん？はい、オッケー。いやー、治るか。あるんですかい、ストライクは。オーケーでーす。よし。まあ、鍵持ちやったしね。オッケーオッケーオッケー。これで一人減って、まあ、ちょっと発電機ばらけてる感あるけど。今のレースなら大丈夫なんじゃないのっていうところで、なんとかしてください。いないか？いるじゃないの。金髪のベイベー。はい。で、どうしますかね。まあ、一応ちょっとまやかしをしてから。お、離れる。オッケーオッケー。真ん中あたりでチェイスしてくれるのはいいですよ。二人いますね。はい。で、おーっと？こっちですね。それはわかるわ、さすがに。目の前欺きは、それはわかりますよ。よし。で、ここに吊るして、真ん中の発電機にイタチと。あいよー。終わっときましょうかね。ちょっと残っとくとめんどくさそうなんで。多分小屋側の発電機は行ってなさそうな気がするな。ここの2台かな。うん。やはり。はい。殴っちゃう。よし。で。さあ、ちょっと今のうちにバンバン。おーっと、そっち抜ける？マジか。で、歯は？泣き。泣きです。よし。で、天秤は発動しちゃってるけれども、さすがに今から向かっても間に合わない。うん。ほい。だから救助して回復って感じやから発電機に押されてないね。いいんではなかろうか。ほい、ほい。で、足跡がついている。誰？天秤かい。天秤かい。あら、天秤が余ってたからワンチャンと思ったけど。はい？で？お！またやったか？あざむきじゃない。いるね、中。はい、こっちです。はいはいはい。まあ、多分手前のロッカーを欺きして奥のロッカーって感じやろうね。読みやすい。
ここは意外に手前のロッカーに入っていた方が分からなかったかもしれないぞ、フェンミン。ああ、早いな。で、お、そのまま抜ける。はい。で、この人救助入ってたと思うから、もしストライクがあったとしても、ストライクはできないでいいのかな？救助もダメよね。どうなんやろ？あれ、救助ってどうやったっけ？キャッチング多分大丈夫やと思うけど、OK。あれ、救助とかも確かダメでしたっけ？治療と発電機回したりとかは、ダメだったと思うけど。お、いるね。いいじゃないの。今のうちにちょっとバンバン釣っときたいね。あれ？スマチャク？この人。あれ？この人スマチャクやったっけ？あれ？スマチャクか。なかなか珍しいパークを持っていらっしゃるね。おーっと、ロッカー好きだね。はいはいはい。で、フェンミンは、今救助に行ってないか、まだ。回してんのか？オッケー。で、あれ救助入らんな。なんかマップ持ってたし、あー行ったか。鍵、狙ってる感じか。はいはいはい。あー、ハッチは真ん中。お？なぜ止まった？なぜ止まったんだい。で、そこの板はね、ちょっと強いんだよね。ちょい強なんだよ。え？無駄な努力。普通に早めに割ってもらえば、じゃない。普通に、倒してもらえばよかった。で、ここ使いますか？よいしょ。あらら。はい。これ結構ね、引っかかるんですよね、やっぱ。焦るとキラーの動きをしっかり見るってことよりも、板を倒したいとかにやっぱなっちゃうからね。さて、で、いるじゃないの。ちょっとここは一応鍵もあるんで、え？いや、さっき振ったのは間違えたけど、あれ？この人、あれ？スマチャクやったよな。まさか昔流行ったスマチャクで、あ、懐かしいね、それは。ほい。さーてと、ちょっとあとはハイズリハイズリでいければ、鍵脱出は無理だと思うんで、遠民多分な、鍵の場所なんか分かってそうな感じするんやけど。まあ、使ってこないからどうなんやろな。あっちの場所分かってるもんね。さあ。どやさ。おーっと。あー、じゃああれちょっと天秤狙おうかな。久々に。よし、天秤。んだまー、逃げないの？天秤だよ、君。天秤はさすがに逃げないと。で、この人はスマチャクで、あっぽいから。で、ここでこの人、ダウン取れれば、あとは天秤のみ。によっこいしょ。で、はやろ？おーっと、マジ？え？そっちに撃つん？多分間に合ってたと思うけどな、あれ。板の方行ってくれ、行かれてたら嫌やったけど。よし、残りフェンミンのみ。来てないか。あ！あららら、ら何やってんのかな、フェンミンちゃんはそこで。そんなところで。何をやってるのかな、君は。これ奥ですね。なんかわかるって。この、手前で技向きしたらそりゃ奥でしょってなるよ。よし。はいよ。オッケー、まあまあ。一応ね、鍵があったんで、あんまり、
するのがちょっと怖いということでね、這いずり這いずりで行きましたけど、最後は。やっぱね、移動速度がめちゃめちゃ速いんで、いいですね。すぐ殴って、すぐね、もうサバイバーのところまで迎えるっていうのがやっぱり、いいですね。で、まあ普段、暴風でこの、速さというか、やったから、暴風持ってきてたらね、やっぱりその他のアドオンが積めなかったと。一応先に閉めて、いうところなんですけどね。今はこれが常時レイスの透明化の移動速度になったので、暴風を積まなくても他のアドオンを使えるというね。いや、素晴らしいですね。結構ランキングとしては上がるんじゃないかな。やっぱり移動速度、巡回能力が高いっていうのはね、評価が高い気はしますね。まあ、チェイスは相変わらず、ちょっとね、その透明化解除っていうのがあるので、どうしてもきつくなっちゃう時もあるけど、やっぱり移動がね、早いというのと、探知負荷っていうのもあるんで、いや、レイスの評価はちょっとね、今上がってる、じゃないですかね。まあ、僕は上がってますし、皆さんはちょっとどうかわかんないですけど、非常に強くなったんではなかろうかなと、個人的には思います。届きますか、あれ。届いてください、レイスさん。ありがとうございます。はい。まあ、というわけでね、ほんと、オーモンドはやっぱり厳しいマップなんですけれども、そのオーモンドでも今のレースならね、問題なく戦えるようになったということで、まあ、なんだかんだ発電機残り1台まで回されてしまいましたけれども、いや、だいぶ強くなったなということで、まだね、新しくなったレースを使ってないという方はね、ぜひ使っていただきたいのと、まあ、暴風二つ積みしてくと、本当にね、めちゃめちゃ早いので、まあけど、透明化解除後の、解除した後のあの加速っていうのが全然ないから、まあやっぱりチェイスとしてはちょっときついんですけど、移動としてはもうめちゃめちゃ早いんでね、またそちらもぜひやっていただければなと思います。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter のフォローもお待ちしております。コメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。